こんにちは。こんにちは。せーの、皆さんこんにちは。何？はい、それでは HKT48 夏のコンサート2023直前コラボリレー配信が始まりました。お願いします。この時間は私北川ひいろと藤野ココハで二人でやります。お届けします。イエーイ、こんにちは。ということで7月17日に開催の HKT48 夏のコンサート2023に向けての意気込みなどをたっぷりお話ししていきたいと思いますという配信です。はい、はい、二人です。二人、ヒーロー。さらにこのリレー配信の最終ランキング1位のユーザーさんには今回のコンサート T シャツのにコンサート T シャツにサインとユーザーネームを入れてプレゼントいたします。そして私のルームで見ていただいている方にはあの私のサインで、ココハのルームで見てくださっている方はココハのサインが入りますということですので、はい、それぞれプレゼントされるようになりますのでよろしくお願いします。お願いします。こちらもお楽しみって書いてますね、はい、そして終了の T シャツにはユーザーネームが入ります。でそして終了の5分前に私たちが名前を読み上げますので、その5分前までのそのタイミングまでってなりますのであらかじめご了承ください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。じゃあコメントとか読んでみますか。なんか面白いね。なんかそわそわしちゃう。こんなわかる。なんかさ面白い。なんか慣れないな。どっち見たらいいの。読んでみて。なんかないかな。読んでみて、うん、コメント、うん、なんかな、こんばんはね、コラボ新鮮やねって来てる。そう、私は初めて。そう、個人的にはこうやってショールームで配信、うん、2人ですごいどっち見てもさ自分おるの面白い。なんか個人的には初めてなのよ、うん、ショールーム初めて奪っちゃった。ごめん。あなたは初めてじゃないでしょ、もう5回目くらい最悪私が初めて。そう、2人初めて。おうぜ。何か質問とかあったりしますか。この2人の関係性、うん、この2人の関係性って何だろう。まず同期。同期、同期だしね、やっぱ面白い。なんか普通にこうやって話したらさこっちにもおるんやもん自分が、しかも角度違うけん、そう、見え方も違う。そう、面白いそれでさ2人の関係性は何だと思う。でもさ結構さ2人でどこを出かけとか行ったりするよね、うん、食べたりする、うん、そう、食べたりが多いね。そう、分かる。公園とかオンライン割に、うん、そのまま行こっか。分かる分かる。だいたいさこっちがさ、うん、ここはちょっと今日いかん私はそう、ふっかるだからいいよ、何でもいいよって言ってくれるからでもそう、あのご飯行く時とかに、うん、そのがっつり食事系だと、うんうん、なんか2人とも迷って、え、そうそうなの。なんかフローがあって、うん、なんか一回ここで食べようってなったのに、うん、なんか急になんか違うもの食べたくなって、うん、他のはちょっと遠いフロアに行って、うん、わざわざミラーボールが回ってる。ゲンゲンゲン。そう、そうなの。なんかさ2人ともさ優柔不断だからさ、うん、あのいつもご飯食べる時とかもなんか2人ともさ、お互いに何食べたいっていうの相手に決めさせようとする私は何でもいいよって言って、そうそうそう、こっちもさ、何でもいいから私も嫌いなものあんまりないからさ、うんうん、2人とも多分ないじゃん。だから、2人ともお互い、え、ココハ何が食べたいんだよ、ヒーローは何でもいいよ私も何でもいいんだけど、とりあえず2つに絞ろうみたいな感じの話になって、うん、ルーレットとか回してあ、そう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 ね、うん、それで決めてるね、うん、全然、うん、よく遊ぶね、わかる。ココハのお家お泊り行ったこともある。うん、確かに、うん、私のお家も来るよね、結構。一回しか行ったことない。あ、一回しかないんだっけ。めっちゃあると思ってた。めっちゃ初期の頃にお泊りした、うんうん、一回。え、一回っけ。そうなんや、一回しか行ったことない。意
なんかめっちゃ来てるかと思ってた、勝手に。うん、そんなにね。ね、そんなないんちゃう。今度遊ぼうね。あ、いいよ。約束、約束しました、今。今ね。なんだろう、誰のエピソード、今。こんな感じ？うん。今何分なんだろう。時間がわかんない。確かに。だって書いてる。あ、私見れる方してるよ。え、さすが、え、やばい。7分だって今。すごい、プロ。7分だ、やっぱり。15秒。毎日配信してると、すごいんだ。プロだ。すごい、私そういう見方があったんや、うん、なるほど。テロップで初知り、初知り。なんかさ、画角面白いね。てかさ、これ、ね、これ見したい。え、あ、ついてるの。あ、ついてるの。ついてる、めっちゃ可愛い。電気ついてた。ほら、こんな、なんか後ろに、なんかさ、これさ、多分あんまりこうだよね、こうなるってことだよね、うん、ちょっとキュッてなってみる。場所もかつちゃう。おー、ほれ。なんかこっちのが綺麗、綺麗。私のなんか斜めから見てる感じ。まあいろんな角度から。そうね。え、で何分だったっけ今？7分15秒だったっけ？多分1分くらい経ったから8分くらいかな。なるほど。じゃあここからはじゃあコンサートの話してみる？うん、しよう。2023年7月17日。の月曜日、会場は福岡サンパレスホテル&ホールで、お昼は HKT48 夏のコンサート2023君といる夏が好きがあります。お昼公演はそちらで、夜公演は本村葵卒業コンサート唯一青く光る宝石が夜公演で、葵さんの卒業コンサートになるんですけど、どうだろう。そっか、海の日だもんね。そう、海の日。ね、葵さんの卒業コンサートですよ。昼楽しいで夜悲しい。ねえ、どんな感じ。リハーサルでの感想とか裏話とか書いてるけど、なんだろう、リハーサル裏話。でもなんかさ、あれだったよね、あの6期生的にはさ、なんか今までのコンサートのリハーサルの時って本当に全然やったことないっていうかさ、うん、初めてコンサート参加させていただいた時とかは、あの踊ったことがない曲の方が多かったじゃん。だからさ、みんなさ、すごいドタバタリハーサルの時めっちゃドタバタしてたイメージあるんだけど、なんか今回はなんか多分 なんだろうコツとかも掴めて、自分でだいたいこのこんぐらいの期間でこう、これをしてっていうのが多分、うんうん、だいたい容量がゲットできてきたから、うん、みんななんかね、すごい、あ、なんかあんなにドタバタしてたのにみんななんか、わかる、ね、この気持ち。なんかさ、そうそう、うん、あの幕張の時とかさ、何もしたことないし、うん、6期だけでやる曲もあったから、うんうん、なんかしかも番号も覚えないといけないけど、うんうん、みんなそんな覚えてなくて、うんうんうん、そう、やばかった。なんかそうだね、なんかだから成長したなって思った、めっちゃ。まあ1年ですから。あ、すごいすごい、なんかドヤ1年ですからバリおもろい、これ。本当に面白いね。とりあえず3曲目教えてとか教えません。忘れちゃった、秘密、うん、まだコンサートのセトリはちょっとその日の当日までお楽しみにという感じなので、うん、お楽しみにしててください。ちょっと言っちゃいそうだよね、勢いで。怖いからやめとこうも、うん、そうね、やめとこう。注目ポイント、意気込み。注目ポイント、グッズに関して、あ、あれさ、今回のグッズさ、めっちゃあのいつもとちょっと違かったかな、うん、なんか元気って感じ。そう、なんかめっちゃさ、あの撮影した時、あれの撮影あった時、めっちゃさ、カメラマンの方にさ、うん、あのなんだろう、なんか次は怒った顔してみてとか、なんかとびきり元気な感じとか、うん、そうそうそう、次はもうめっちゃ笑顔でとか、とか泣いてみてみたいな、そうそう、いろいろやって、でなんかね、私あのキーホルダーあったじゃん、うん、もう売られ販売中なんですけど、それあのヒーローポーズしてるもん。確かに、なんか見たかも。ヒーローしてた。あとうちはもうめっちゃ珍しく歯全開で笑ってて、うん、そう、なんか珍しいのかなと思って、うん、みんな笑顔、うん、はっちゃけてる感じ。うちはもうあれだよね、あの人によって表情違うんだよね、うん、喜怒哀楽、うん、喜怒哀楽ココハはどんなのやった？私なんだった、うん、
普通に木じゃない？あ、木？うん、普通に多分笑顔だったと思う。なるほど。普通にだそうなので、ぜひグッズの方もチェックチェックです。お願いします。お願いします。今は、うん、時間は今の時間12分。おお、なるほどなるほど。意外と時間、結構時間ありますね。じゃあゆったりお話ししていきましょう。何、うん、だろう、お互いのパフォーマンスについてって書いてるよ。どう思う？お互いのパフォーマンスについて。照れちゃう。照れちゃう。おもろい。みんなさ、時間教えてくれてる。多分こ聞いたらさ、うん、教えてくれる。今何人ですか？今は12分ぐらい。じゃあ23分ぐらいになったら教えてください。確かに。それまでお話ししよう。あと11分しかないんだ。え、早いよね。意外とあるとかも。30分って短いな。なんだ、あ、そう、パジャドラ同じポジションなのね。あ、そう、両方とも同じなの。ヒーローのそうジャンルと、そう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 。私あのね、最初に出た時は純情主義のポジションだったんだけど、うん、ココハも一番最初に出たので同じポジションで、で、その次が私ジャンヌだったのですね。そしたらさ、ココハもさジャンヌしたけど、そう、ユウと同じポジじゃない？え、違うっけ、うん、あ、違うんだ。なるほど。でもなんか、うん、ココッペのセーターでヒールと同じとこしたかも。あ、そっか、うん、そうだ。結構でもさ、いっぱいやってないポジション、うん、ね。あ、私、うん、あなたあなただよ。4ポジぐらい。すごい、いっぱいだってやってたよね。ロッキー公演の時とかもう4ポジ頑張った ね。新しかったもんね。テモデモもやってたし、うん、テモデモもやったセーターで、いいね。しべちゃんと言った、あ、うん、そうそうそう、ミナと一緒に。しべちゃんと言った、今日はチャーハン作らないのって。だってチャーハン、うん、今日金曜でしょ。そっか、おととい。そっか、おととい作った。でも昨日の夜ね、うん、なんか急に無性にチャーハンが食べたくなっちゃって夜な夜な食べたくない。え、でもさ、苦手なんじゃない？苦手って苦手だよね。好き、うん、好きレベルじゃない、うん、美味しいと思うけど、うん、めっちゃ好きなわけでもない。あ、そうみたいな。そう、なるほどな、なるほどです。うん、なんか不思議な感じするね。うん、これさ、光ってるけどあんまりわかんないね。でもね、もう一つの背景めっちゃ綺麗、うん、え、そうなの。こっちともう一つ、うん、ドタバタね、決めたね、うん、どっちがいい。お互いの第一印象知りたい。あ、いいね。え、いいね。え、ちょっとある。私何あるよ、あのなんか聞いたことある。そう、めっちゃココハには言ったことあるんだけど、うん、あれ、あのお披露目の時の、うん、なんだろう、そのお披露目までのレッスンの期間、うん、セレクションとかじゃなくて、もうお披露目前のための練習の期間の時に私初めて喋ったイメージあって、で、あの立ち位置が近かったよね、めっちゃ。え、覚えてない？ああ、はい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 。お披露目の時だね。そう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 、アイドルの王者の立ち位置が、そうそうそう、マドナリとかで、で、あのね、そう、あのその時まだ6期生の子とめっちゃ仲いい子いなかったの、うんうんうん、私ね。だから、あの、わ、誰か、これなんかお披露目までに誰かと仲良くなれるように頑張ってみようと思って、うん、わ、近くにこの子、隣にいるこの子に話しかけてみようかなと思って、うん、なんか分からないところもあったし、うん、わ、話しかけてみようと思って、うん、あの話しかけたらさ、結構さ、塩対応すぎてさ、そう、結構、そう、めっちゃさ、あの、なんか、うん、みたいな、なんかそうだよ、みたいな感じで、だったから、やばい、私、嫌われてるかも、って思った。そう、でもさ、うん、そしたらいつの間にか話すようになってた、うん、よね。それが最初だった気がする。私、あれだもん、なんかさ、うん、この大人の方と話す時があった時に、うん、なんか仲良く誰ですかって聞いた時、うん、ヒールちゃんって答えた。え、そうなの？え、私は初知りなんですけど、嬉しい。え、ヒールちゃんって言ったの、うん、なんか同い年の子と、いい、ヒールちゃんと仲良い、うん、最近みたいな。嬉しい、やった、初知りでした。初言い、初言い。そう、面白い、両思いやん。ね、やばい、待っている。待ってるんですけど。いいよ、あ、10分経過した。早っ。あ、でもまだ大丈夫だ、まだだよ、全然10分ぐらい。
いいよお互いのここ直してほしいところ直してほしいところそんなに今考える怖い今考え中怖い、うん、直してほしいところかでも、まあ、さっきも言ったけど YouTube 不断じゃんめっちゃ本当に多分そうお互いが YouTube 不断すぎて本当にさ何食べたいかを決めるだけなのにさ、うん、なんか余裕で20分以上は悩んでるやん、うん、あれってうろちょろしたよね、うん、だからさそれを即決できるようになりたいお互いね、うん、そうお互いのそうそこはなんか強い意志もと、うん、持ってこう今日はこれがいいって言ったらこれを食べたいんだけどって言ってそう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 提案して、うん、それにしようあくじ引きの食べ物が気になるってあそう私たちこの配信はあのくじ引き一緒にくじ引いて引いた絵が同じだったんですよ、うんうん、なんか箱の中に食べ物の絵が描いてある紙がいっぱい入ってて 2枚ずつ、うん、同じのが2枚ずつ入ってでそれで同じの引いたんだよね、うん、で私たちはお寿司でしたお寿司お寿司お寿司やったそうお寿司を当てましたそしたらココハがお寿司そう先にんあそうそうそうどうしたお寿司だったって話、うん、私もお寿司なんかさそうだよだから同じだから同じなんだよ先生お寿司でも食べようかみたいな配信で言ってた、うんうん、あそうそうそう全然忘れてたけどね、うん、でも私お寿司そんな好きじゃないあそうやばいそうだったんだそうなんや知らんかったうん熱ラーメン部作ってよくわからんの来てるラーメンもめっちゃ好きえそうなんだラーメンは好きえチャーハンとラーメンどっちが好きなのえわかんない同じくらいだけどうんなるほどお寿司のネタは何が好きですかってハンバーグほらもうお寿司まあまあお寿司よお寿司やけどそのお寿司のネタ何が好きですかでさそれ答えにしたハンバーグとエビ天とあーなるほどなるほどあの、うん、牛カルビみたいなそっち系やん全部それしか食べないそうでも分かる私もあれだったあの最近までそんな感じだったけど、でも最近ねなんかね苦手だったものめっちゃ好きになったの味覚変わっていくんじゃないかそう味覚そうなの変化なんかね細胞がね細胞そうそうそうどんどんね、うん、あのなくなっていくの、うん、だから感じなくなるの感じなくなるそうやばいだからそういうことなのかなとか思うけどまあまあ大人になったってことかなよく言うよねなんか寿司食べれんかったけど、うん、なんか大人になったら好きになってみたいな、うん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 、そうそうだサーモンめっちゃ好きだもんサーモンうん炙ったやつも好きだし、うん、炙りサーモンそうエビも炙りたいえエビ、うん、あ炙りカルビ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 ちょっと言ってみて3回炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビあすごい、うん、言えたくないでその辺え炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビお言えたえ違うこれ何がさ、うん、あれなんだっけなんかもうちょっと長くないえそうなの炙りカルビだって炙りカルビ炙りカルビえ炙りカルビなんかさもっと難しいイメージあったけど、うん、意外と簡単炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビで何も違う集中したら大丈夫、うん、コンサートのケータリングのお寿司あるといいねっておもろいコンサートサンプレス炙りカルビ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 ねお互いのパフォーマンスについてどう思うのどう思うかよ、なんだろうココハはでもココハさダンス習ってたとかではなかったよね、うん未経験で HKT に入って初めてダンスやった感じ、うん、だからさすごいよなんかねいつも見るたびに上手くなってね言ったことあるよねこれ言ってないっけ言われたことないえそうなんか本当に見るたびにレベルアップしてるのを感じるからすごいなって思うありがとうどういたしましてどういたしまして聞かせてヒーローはうん、なんか
まあ、ママとよく話すときに出るのは、うんうん、なんかもうお手本みたいな綺麗なダンスだね、うん、ママママママと話す、ママもやってくれてるの、ね、嬉しい、やった、癖がないっていうか、なんかね綺麗、ニヤニヤ、だからママは将来後輩が入ってきたら、うん、なんかヒーローはなんかその公演のテストとか、うん、なんかレッスンとかしてそう、あ後輩あの先輩が今してくださってるみたいな、うん、そうそうそう、うん、ヒーローしてそうって、嬉しい、いいよ嬉しい、ママ見てるかな、見てる、あ見てるかも、うん、嬉しい、ママ嬉しい、なんだろう、あ、そうだ、コンサート来てくださる方いますかね、確かに昼と夜ね、どっちに行くかも気になるし藤子ココママ押せる押して押してこれラグがあるかな、ちょっと昔だよね、確かに、夜夜、お夜行きますって、おお昼夜、あすごい、昼夜、あ結構多い昼夜の人、本当だ、あ23分だって早い、おーすごいすごい、いっぱい来てる、昼夜、嬉しい、たくさんの方が来てくださるみたいなので、うん、楽しみ、嬉しいね、嬉しいね、楽しみ、あじゃあもう少し時間があるな、質問タイム、質問タイム、質問タイムしていい、なんか質問、質問書いてありますか、色スクショタイム、勝手にスクショタイムしてた今質問ありますか、お互い好きなところは何ですか、ね、なんかさ全部照れるやん、全部ね、可愛いね、これてかお洋服リボンついて、うん、かわいい、かわいい急に急急え、ヒーローちゃんってメイク遅いの遅いやん遅い、うん、やっぱり、でもね、そう今日ね、あのなんかチャットあるじゃん、うん、チャットなんかあるんですけど、それで最近メイクするのが早くなった気がするって送ろうとしてた、うん、そうそれぐらいでもね、最近早い気がするの、うん、でも、うん、みんなから遅いって言われるよね、いつも、まあロケ、他のロケ早いじゃん、なんか、あ確かに、確かなんかね違うよ、みんなさ喋ってはいるじゃんずっと、うん、なのにさめっちゃ早いから、そう多分手は動かしてる、えすごい、ヒーローは、うん、と一緒にメイクしてたら、うん、なんか話してくる、話しかけ、うん、話す、ヒロが話すときに、うん、なんか止まって話してくれる、あそうだから、はい、タイムロス、なるほど、うん、タイムロスそこか、なるほど、だから永遠に手動かしとったら、うん、多分いいと思う、だから確かに無意識に止まってるから、なんかやってて喋、うん、り始めたらこうやってそうずっと見てるかも、うん、確かに、あそういうことか、そういうことだよ、なるほど、だから遅いんか、一人だけ、なんかさ周りの子も一緒に喋ってたはずなのにさ、なんか急にみんなだけ終了し始めるからさ早っと思ってる、いつも、あ25分だって、早い、じゃあそろそろ終わりの時間になっちゃいました、ということで、じゃあトップ5、そうですね、ランキングを読みたいと思います、うん、トップ5、こっちから読んでいいのか、うん、トップ5の方を紹介します、まずはこちらのルームから、5位ともちゃんさん、4位みんなみくさん、3位たけさん、2位りゅうだいさん、1位はプロトレックさんです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこちら私、うん、私5位ペシさん、ありがとうございます、4位キャピさん、ありがとうございます、3位ジャントクさん、ありがとうございます、2位ヤシタンさん、ありがとうございます、1位マーくんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、じゃあ今日の感想を、うん、あ待ってください、あはい、ちょっと待ってねじゃあそれでは私のルームとココハのルームで1位の私のルームプロトレックさんとマー君さんにはサイン入り T シャツをプレゼントいたします、プレゼントサインを書きますので、うん、
はい、一生懸命プレゼントです。でショールームから1週間以内に連絡がいきますので、うん、ニックネームを変えずにそのままでお待ちください。はい、じゃあ今日の感想、今日の感想、うん、30分あっという間、そうだね、早いよね、うん、普段30分でさ、うん、なんか1人だったら30分とかね、うん、すぐそんちょっと長いなとか感じる時もあるけど、うん、いや2人でさ話してると話題が大変な、だった、ね、楽しい、確かに楽しかった、うん、よかった、うん、私もなんかすごいあっという間だったから、なんかね、またやりたくない、一緒に、いいよ、あ、とあっさり OK いただきました、うん、いいよ、うん、ありがとう、約束ね、うん、楽しかった、時間、うん、あ、でもあと今27分あ、まだ大丈夫じゃん、じゃあそれまで今終了のしようとしちゃったんですけど、もうちょっと、もうちょっと、あと1分くらい話せる、次の私たちさ、あれだしね、次の回の方たちもいるから、うん、そうね、長引かせることはできないけど、ね、この組み合わせ意外だ、意外なんだ、そうなんだ、でもさ、そう結構さ、そうさっきも話したけど結構一緒にいること多いから、うん、あんまり自分たち的にはさ意外じゃないよね、うん、ね、でもあんまり確かに世に出してないっていうか、確かに仲良い仲良いとは言ってなかったの、うんうん、確かに、でもね、多分みんなが思っている以上に一緒にいるよね、うん、本当に仲良いと思う、と思う嬉しい、写真大会しようよ、さっきさ書いてあったんやけどさ、うん、2人のコンビ名は何って言ったんやけど、それ考えて終了する、うん、変わった、なんだと思う、ひここでもさ、ココッペも確かにで、富士で多分やった方がいい、富士ひ、なんだろう、難しい何やろうね、うん、まあ、いつか考えます自分で言っといたくせに時間、うん、じゃあそれではこれで配信終わりたいと思います、藤色だって、あ、皮膚って見た、藤色、藤色、藤色した、難しいね、うん、また今度ね、うん、また今度はい、じゃあそれでは終了にありがとうございました、それでは今日のお相手は藤野ココハと北川ヒーローでした、さようなら、ありがとうございました、ありがとうございます、バイバイ。